よくいらしてくださいました。あの笑っていいと思うに出てらっしゃる時っていうのはあれは楽しい瞬間ですか、いかがですか。楽しいです。ちょっと生放送だっていうので上がったりしますけど、とても面白いです。何かあなたは14歳からお誕生日恐怖症でいらっしゃるんですか。そうですね、責任がどんどん増えていくという感じがして怖いです。戸川純さん、今日のお客様、どうぞ皆様ご期待くださいませ。愛をありがとう、夢をありがとう、喜びをありがとう、優しさをありがとう、美しさをありがとう。私は今胸がいっぱい。思いを送るメリー。日本のビジネスエリートの皆様、これが今一番新しいニューヨークです。エグゼクティブスーツジェフリー・ビーン by Pure Wolf 高島屋から。皆様こんにちは、徹子の部屋でございます。どんな風にお過ごしでいらっしゃいますか。今日のお客様は笑っていいとも のオレンジスキャンダルの準レギュラーの方でいらっしゃいます、タモリさんと兵藤由紀さん。そしてこの方が回答を出しになると、そしてあのご本職は歌手、そして女優さんでいらっしゃるんです。で14歳からお誕生日にならないのがいいと思ってらっしゃる、まあご自分では全然変わってらっしゃると思ってらっしゃらないんですけど、他の方はなんか変わってらっしゃるとおっしゃるとおっしゃってらっしゃいます、戸川純さんが今日のお客様です。はじめまして、ようこそおいでくださいました。実はですね、今日この日黒柳さんの誕生日でおめでとうございます。まあもう年を取りたくないもんで、もう全然今日がお誕生日っていうことは忘れておりましたんですけど。そうですか。まあこんな綺麗な花よろしいんですか、いただいて。あらあなたご自分のお誕生日お嫌いなのに、よその方を祝ってくださるっていうのは。いえいえ、誕生日というものはやっぱりいいものですよね。そうですか。まあじゃあどうも本当に皆様ありがとう、皆様じゃあどうもありがとうございます。まあ頂戴いたします。まあ本当にいくつになってもね、特にこういう頂戴ものするといいなって思って。頂戴もの、でもあなたはでも本当はあれなんでしょ、14歳からお誕生日は嫌だ。そうですね、でもみんなそういう人って結構多いし。あなたの場合はなんかさっき責任がだんだん生じるとかおっしゃいましたっけ。はい、私特にあの15、16、17っていう高校生活がですね歌謡曲みたいですが、全然あのうちがすごい父に溺愛されて厳しかったもんですから、あの外あんまり歩けなかったし、外あんまり歩けなかったっておかしいよね。だから日曜日もあんまり外出してくんないとか、人とあんまり交流しなかった。そうですね、うん、で すごく、まあ、幸せだったわけですよ、あの父が言うにはお金の苦労も知らないでみたいなね、うん、でもその頃は私すごくコンプレックスがあって、それは苦労コンプレックスで、苦労してないコンプレックス。そうそう、だから高校っていうと社会のこう見せるためのウォーミングアップみたいなとこがあるんじゃないかなと思いましてね。だから私は全然、例えば夏休みにバイトするとかそういうような普通の人がすることをねしないと、それだけの精神年齢に達してないんじゃないかっていうすごいコンプレックスがありまして、だから新聞配達してほら家計を助けてるとか、それからなんか安アパートに住んで、で、月謝を払う、そうバイトしてなんか月謝を払うとかね学費をね、奨学金なんていう人とか、そういう人にものすごい同系深く同系とこう憎悪の念が渦巻いてましたね。ああ、そういうのがもうコンプレックスっていう感じ。うん、だから同じ私もつまんないと思ってノイローゼとかになったんですけど、同じ苦しんでも向こうはそういう
精神年齢がね、ちゃんとこう愛していくのに人間的成長っていう報酬があるんじゃないかって、私は逆に精神年齢が低いって損をしてるんじゃないかと思いましてね、要するに苦労してないということで、そうです、うん、だから、まあ、今はね、今は苦労なんで しなきゃそれに越した方がいいって思いますが苦労してないとそれに越したことはないって思いますけどその頃はやっぱり焦りがありましたね。あ、みんなみたいに。で、じゃあ例えばお父様がお許しになったらアルバイトなんかしてみたいと思ってらしたの？はい。で、18の時に父の、あの、いくつかやってるんですけど、あの、喫茶店を出したり食堂を出したりしている店のうちの一つの喫茶店でしました、アルバイト。はい。やってご覧になったらどうですか？それは苦労でしたか？楽しかったですね。だからあんまり、でもコンプレックスみたいなものをこう少しね削る、なんか良さはありましたね。どんなことなしたんですか、そのアルバイトは？結局まあ父の店ですからねお金なんて感じしたりとかしたんですか？いや、ウェイトレスです。へえ、人がいっぱい来るところ？そうそう。それでね、私ね、あの、前に来た、あ、この間来たお客さんだって思ったら、この間来たあの人は、ミルクありますでしょ、あれを、すいませんけど、私ミルクもっと入れるのが好きだから、もう一ついただけませんって言ったんですよ。それを覚えてたのね。だからね、二つ持ってったの。のっけて。それで、自分で、あの、これが仕事だとか、仕事ってこういうのをいっぱいやると、昇格したりするのかなとか思いましたね、それであのあとちょっと間が空いてるとこうやってね、カウンターでハァーなんてふぅなんて一息ついてないでちゃんとガラス拭いたりとかしたんですよね、だからすごい楽しかったですね。でもごめんなさい、そのミルクをあなたが覚えていて2つを持ってったら、その方はやっぱりお喜びになりました？いや、全然あんまり反応を示してくれませんでした。あ、そう。でも同じもの頼んだし、この間と、きっとあの、あ、ちょうどいいわみたいに私のことなんて覚えてなくて、してたかなと思いましたけど、でもご自分では何かをやってる、やったという気がしましたねやったーっていう満足感が得られましたね、でそういうところから少しあれなんですか、抜け出られましたか、そういうことなさってみて。はい、結局やっぱり新聞配達とかね、そういうものと全然違いますからあれですけど、なんかやっぱり違います。あの、いや、やる前とやった後では、はい、でもやっぱりそんな風にやっぱり、まあ、言ってみればよちゃんと働いてないものがおめおめとお誕生日なんかお祝いしてもらったりそんなことしちゃいけないっていう感じだったわけ。いや、やっぱり年が一つ上がるというのはやっぱり嫌になったの？そうです、よくほら年の瀬にあの今年やろうと思っていたあの子とし残したというような気になることがありますでしょう、それはもう私にとって一昨年のことも先一昨年のこともし残してるような気がするって思ったんですよ、誕生日っていうとすごいそういう感じが、だからもう年をしてないんだから年を取りたくないっていう感じ。でお召し物なんかも割となんかこう、あ、で可愛いって言われるのが好きなって、そうなんですか？そうなんですよやっぱり普遍的な褒め言葉ですからね時代に左右されないっていうか、でもあなたはあのオレンジスキャンダルで拝見してる時にはあまりこう笑ったりあんまりなさらないじゃありません？まあ緊張してますしね。あ、そう。それでもおかしいと笑っちゃうけど、でも今こうやって拝見しててお笑いになると、あのお笑いにならない時とお笑いになった時と顔がものすごく変わるのね。笑うとすごく可愛いっていう、あの、いや笑わないと可愛くないってわけじゃないですよ、でも可愛いっていう。そうですか。であれなんでしょう、オレンジスキャンダルの時はなんか向きがあるんですって、なんとかの向きって。はい、あれね、実はその、まあ、かつてノイローゼになった時にですね、顔面神経痛になりましてね、それで、その後遺症だと思うんですけど、
こんなことを公に言うのは初めてなんですけど、こっち右半分がね、引きつるんですよね。今でも。今でも。で、わからないって言われるんですけど、で、そうか、きっとよくあるように気にしすぎなんだって思って、気にしなかった時に、人に指摘されたんですよ、いっぱい。あ、そう。だから、ちょっとね、直しようのない今後の課題なんですね。あ、そう。そうすると、タモリさんの時には、なんか、斜め45度っていう顔の角度が非常に。人が言ったんですけど、ね。あ、そうなの？うん。そっちが人には好かれるみたい。ここでは変わってみますか？こっちですね。あ、結構です。克服しなければならないわけですしね。あ、そう。ドラマやってると困ります。そうね。あなたはさっきもご紹介したように、何が本職なのかっていうことをご存知のね、ファンの方はもちろん。あ、それから、とうとうウォシュレット。でこの頃トイレ入るとこんな大きな黄色い洋服着て、それだって今日黄色いの着てきたっていうわけでもないんですが、黄色い洋服着て、とても可愛い。あ、そう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 。こういうのが、よくポスターは出てますけれども、このコマーシャルもあなた、ね、はい、やってらっしゃる。そうですね。こう第1弾が81年で、81年にこれで戸川はポピュラリティを得たと言われてますね。あ、そんな前なんですか？ 81 年ったらもうね、今84年ですから。82年か。2年でした。でもまあ、2、3年前。2年前。はい。あ、それでポピュラリティを得た。と言われてますね。で、それポピュラリティってことに関してはあなたはどうなんですか？はい。メジャー志向でした。だから、マイナーに執着したり、誇りを持ったりする。人とちょっと違いました。あ、そう。じゃあ、ああいうウォシュレットやなんかでトイレにそういう大きなポスターが貼られることやなんかも何も抵抗はない。はい、はい、上りになったんですよ。よくほらお店のとこにこう酒屋さんとかにあるでしょ。あんな感じので、あれで上りになったの。あなたが。はい。その時にここまで来たかと思いましたね。楽しかったですね。で、そういうウォッシュでしょ。それから今おっしゃったように女優さんでいらして、そして歌手でいらして、で歌手はあれですね、まあ、ロックっていうかパンクロックなんていう、まあ、分野はもしかしたらないのかもしれないけど、やっぱり不思議な分野のロックですか、それは。不思議な分野かどうかは分かりませんけど、私は何人入れていただいても、入れていただければ結構なんですけどね。まあ、パンクロックっていうとハードコアの人にから苦情来そうですけど、一応ニューウェーブと言われてます。一番ニューウェーブ、はい、で YMO のイエローマジックオーケストラの細野さんなんかと。はい。私初めて歌を歌ったのが、その今ソロなんですけど、その前ゲルニカってバンド作りまして、でそれをライブハウスとかで歌ってて、それを細野さんが気に入ってくださって、でアルバムデビューしたんですね。あ、そう。じゃあ細野さんの曲も歌いになったの？ゲルニカの時はメンバーだけのものでしたけど、ソロになってから、細野さんに曲を書いていただきました。あ、そう。VTR があるので、どんな風にこの方が歌手としてもうテレビで お歌いになることなんてないでしょ？あります。あ、あります。どういう番組の時に？歌謡番組。識別不可能っておっしゃってましたけど、年齢も本当に小学生みたいに見える。嬉しいな。あれはどういうところですか、今おやりになったところは。場所ですか？うん、場所は原宿の
ラフォーレ原宿のラフォーレミュージアムという、あ、そうですか。ああいうコンサートはよくなさいます？はい。で、今さっきテレビでご覧、あの、皆さんご覧になったことないんじゃないかしらと思ったら、歌謡番組にもよくお出になる？はい、どうしたの？そうですね、たまに出ます。テレビ呼ばれると、呼ばれると、はい、でテレビにお出になるときはどういう、あの、格好はその時によっていろいろなんですか？はい、それでもあとね、他にどんな衣装があるかと言いますと、あの、このぐらいの羽があるんですよ。大きい羽が、うん、なんかあのアートディレクターが10万かけて作ったんですけど、その羽を、鳥みたいな、虫みたいの、虫みたい、トンボみたい、トンボみたい、はい、うん、それを背負う時がありました。あと巫女さんの格好っていうのがあったこう赤い鉢巻き着て、うん、でこうやってこうやって白い羽衣を着て、うん、でこういう枝に葉っぱついてるのをこうやって赤い袴入ってそれでそういう格好して歌うの。そうですよ、うん、でも赤い袴がね、あの、かなりゴワゴワするんで、ちょっとアレンジしたりもしましたけど、それそのぐらいですか、 お衣装は。あといろいろあります。あ、そう。じゃあそれをどれかその曲に合わせて着分けてらっしゃる。はい、まあ大体曲側の 要求っていうのがあるんですけど。あ、テレビ局の。はい、一番まあ人気があったのは羽でしたね。あ、そう。はい、それでそういうのを、あの、しょってね、あの、その虫みたいなのしょってお歌になったりして、自分ではこう怖いとかそういうのはない？はい、ただ個人的に虫が大嫌いなんで、うん、でも虫の女とか昆虫群とか、そんな歌をが私の LP には入っててって、まあ自分とミキサーがプロデューサーだったもんで自分で選曲したんですけど、で虫の歌がすごい多いんですよ。でも実際虫はお嫌いなの？大嫌いですね怖いですねでも歌っちゃう。あ、で自虐的なところがある。自虐的なところが悪いな。それで作詞はなさるけど作曲はなさらない、はい、でまあ歌手でいらっしゃる、はい、ということで、で普段はあれですか、あの、まあ、制服みたいなものとかね、まあ、若く見られるものがお好きだって伺ってたんだけど、今日のそういう風なってソックスっていうものは、それはどういうものなんですかね、そういうのって。そうですね、もう最近は制服に似てるものはどれかななんて考えなくても、自然とここ何年かはね、自然と好むようなものっていうのを、人にそれ制服っぽいねって言われるぐらいになりましたね。あ、そう、大体そうするといつもこういう感じ。はい、でも時々は、うん、ヒールに編みたいなんて。ヒールに編みたいでっていう格好もします。あ、なんかあれですって、なんかピアノのコンサートにね、頭にちょっとこうリボンつけたりとか、そんな感じのも、その全体の雰囲気ね、そういうのお好きなんですか？大好きです。あ、だからね、なんていうのかな、あるシチュエーションにおける衣装っていう感じって好きですね。あ、そう。でもまあ普段はどっちかといえばもうこういうふうに制服になっちゃうぐらいこういう格好。はい。が多いですね。グレーとか黒とかそういう色が多いですか？はい。でも、可愛い色も着ます。ひらひらっとしたのも着ます。どこが一貫してるんでしょうね、一体。きっとやっぱり、そのシチュエーション、あるシチュエーションにおける衣装という意味で、ある種の変身願望があるんだと思うんですよ、だから例えばパッと見て、あ、制服っぽいって学校とか浮かぶとか、うん、それからリボンつけてこう白い手袋なんかはめて、あ、ピアノのコンサートとかそういう絵が浮かぶようなのの主人公みたいなね、そういうものが好きですね。そこで一貫してると思います。ああ、なるほどね。でさっきのあの男女白お醤油になって黄色いあのスカート、あれは雨の日かなんか、そうとはいいな、晴れの日でもいいんですけど小学校ですね、小学生という感じの。あ、だから羽添えばそこで森がね浮かんでくれたらとか思いますね。あ、うん、浮かんでくれたらって、まあ人にそうしてもらいたいというよりも自分がそういう風になりたいんですね。そうで、レーダーマンを歌うときは、今は、今さっきのあれレーダーマンですか、はい、あの時はまだできてなかったんですけど、今はこういうあのロボットっぽい腕をつけまして、でここにこうやっぱりあの
時計の中身改造したものとかね、なんかちょこっとありまして、でここにこうカチューシャに、でここにバーって電飾があって、こんマイコンで同期させてピーってあのいろんな動きをするんですよ、こう血管を血が流れるようなのとイメージがダブるようなロボットと、それのそれにあの、まあ、これロボットみたいな腕なんですけど、うん、それもなんとなくだから人間だけじゃなくて虫だけじゃなくて機械になるのも好きですね。でもおかげでいつも一曲歌うたびにここにちょっとあざができる、すごいですね、あざができてますね。それ、うん、あ、それはその時のそれのあざなんですか。そうなんです。あら、必ず2日3日ぐらいついてますね。あ、そう。でもさっきあなた変身願望とおっしゃいましたけど、こうやってお話を伺っているのと、ああいう音楽の中であの小学生のランドセルしょった時のあなたのあの生き生きとした感じっていうのは、もう本当にやはりあんなぐらい変わって、声の出し方からもう全部が変わっちゃう。はい、なんかパターンとしてあるのかな、分かれてるのかしら。ご自分でそれちゃんとこうちゃんちゃんちゃんとこう切り分けられちゃう。うん、あんまりコントロールはできてるように思えないんですけどね。すごくやっぱり上がり屋で、ステージでも袖でもガタガタ震えて、みんなに手握ってもらったりするんですよ実は。それがあの出る時にはね、あの自分で崖からねドーンって突き落とすみたいな感じがします。そうするとスポーンとなんか抜ける感じがしますね。じゃあ随分その時に解放されるっていう感じがあるでしょうね。はい、ね、でも曲間で戻ってあの曲名しかなるべくなら言わないようにしてます。あ、お話はしない。あ、曲間で戻って曲が苦手で苦手で、あ、人の前でお話が、あ、そう、上がっちゃってダメなんですね。あ、そうなんだ。だからで次の曲でカウントで1、2、3、4で4でまたバーッと出てらっしゃる、ね、なるほどね。ちょっとコマーシャルはよろしいですか。おばちゃん本当に綺麗ね。ひめりさん、あんたのがよっぽど綺麗じゃん。いつもの一杯、一和高麗人参茶。スポーツ選手はたくさんの汗をかきます。だからユニフォームはメッシュ。赤ちゃんはスポーツ選手以上に汗をかきます。だからおむつカバーも爽やかなメッシュ。マイピーメッシュカバー。お薬屋さんでどうぞ。でもあのオレンジスキャンダルではぼんやりして斜め45度の視線っていう風なところを、まあ、カメラの方がお撮りになると一番あなたらしいんじゃないかとこう、まあ、皆さんおっしゃって、であなたが何か発言なさると時々タモリさんが立ち上がる。なんかあの言葉にすごい詰まるもので、多分1秒2秒置いた時にね、聞く側の人がこんなこと言うんじゃないかっていう想像されるのと違う答えが返ってくるからだと言われてますね。だから何々、ね、と思いますかって言われた時に、ちょっと2秒ぐらい経ってから、これははいって言ってもいいわと思って、はいとか言うとそういう風になられるみたいですね。あ、そう。でもあなたは運動小さい時にゲバゲバ90分ご覧になって。そうなんです。それでこの世界に入りたいと思ったんですよ。大辻志郎さんという方が出てらっしゃいましてね、その方に未だにすごく憧れて。あ、そう。もういらっしゃいませんけど、亡くなっておしまいになりましたけどね。息子さんの方です。あの息子さんの方も亡くなっておしまいになったんで、私もずっとね、
源氏物語っていうのを一緒にして何ヶ月も京都で一緒にしてたことがあるもんですからね、その息子さんの、あ、飛行機事故で亡くなったのはお父様だけど、その後息子さんもお亡くなりになるでしょ、その息子さんの方でしょ、ゲバゲバ90分に出てらしたの、はいはい、そうです、でも普通8歳ぐらいの女の子がね、そういうのを見て、うん、なろう、だけどあの番組は自分が大人になって出る頃は終わっちゃうかもしれない、そうそうそう、大変だって思いになったんですって、はい、そうなんですよ、多分終わってるだろうと、だからこれは今のうちに出ないと大変だ、そうですね、その頃それをなんか継承する、そのこう気持ちを継承する番組があったらいいなと思いましたね、あ、まあでもあの番組っていうのは、時代背景って言いますかね、そういうものがすごく裏付けになってるようなとこがありましたでしょう、あの時代っていう感じが、だからね、そこまでは子供には分かんなかったですね、でもやはりあの番組を見てわあ面白いって言った子供はいっぱいあると思うけど、こういうのに出たい、そしてこんなに喜ばせてくれる、だけど自分が大人になって出るときにはこれはもう終わってるから早く出ようと思って、それで児童劇団にお入りになろうって決めちゃった子供は私少ないとそのとこ行動的なんですか、そうですね、なかなか腰上げないんですけど、やると、まあ、ライブでもあんな、そうそう、したしな、でひまわり、劇団ひまわりにお入りになったでしょ、はい、でも結局子供にもピンからキリまでありましてね、あの子役にもでエキストラみたいなことばっかりやってて、でも新国劇の子役をねやらせていただいたんですよ一回、どんな役で、あの北条秀治先生が演出なさった王将というお芝居でしたね、辰巳龍太郎先生の娘役で玉江という役でした、何年生ぐらいでしたその時は、小学校の5年だったと思います、あそう、で1時間だけやって学校を早退してたんで、結局その後すぐ辞めさせられちゃったんですけどね、どっちを、あの劇団、あ劇団をお家で、うん、はい、はい、もうそんな学校ちょっとしか行かれないんじゃダメって、でも納得しましたね、さもあらんみたいな、でもご自分がまあゲバゲバ90分をまあ夢見てね、まあ、女優になろうかなと思う時に新国劇にそうやって1ヶ月お出になっていてどんなでした、はい、その時やっとテレビに出たいではなくてお芝居がしたいなと思いました、あそうですか、それで辞めさせられちゃったけれども、それからもう一回今度は18歳の時に、はい、今度またエキストラから始めましてね、あなたのような方をエキストラに使うっていうのはどういう役であなたをエキストラにお使いになるんですかね局の方は、いやあんまり目立たないでねって言われましたね格好とかやっぱり洋服違うの着せられたりしましたね、うん、でそうですね、なんか隅っこの方へ隅っこの方へやられて逆に損だと思いましたけど、なんか個性とか言われるとそうですね、そうエキストラに個性があったらとても困るっていうところがありますものねそれでもねビデオに撮ってね何度も見るんですよ、ご自分が映ってるところ楽しかったですかその頃、楽しかったですね、あそう、みんな友達とかね何時何分のどういうシーンの後ろを通るわとか、あそう、そう、それだからたまにセリフが一個二個あるような役をもらったりねするとオーディションとか受けに行って、そうするとねわざとみんなへの集まるような、なんかちょっとあったんですよナイロン 100% っていうね、カフェバーみたいなの、カフェバーの走りみたいな、そこにいつも友達と一緒にいるときにね台本とかこうやって練習しててね、あちょっと相手役やってなんて言ってやってましたね、で、自慢だろうなんて言われて心の中でそうだセリフのある役をもらったから自慢なんだわって思ったけど、そんなことないわよって言いましたねでも心の中では自慢した、自慢だったんですよ一個二個だったけど、ちょっとごめんなさいコマーシャルに人間っておかしいですね、わけもなく不意に遠くへ行きたくなったり突然新しいことを始めたくなったり、今でなければしぼんでしまうかもしれないこんな気まぐれ、君は笑って付き合ってくれるかな、生活フリースタイルセブンイレブン。
あったかいご飯に金商売を振りかけて。あれ？おい！金商売がありませんよ。もっといで。ない？なかったら買っといたらいいじゃないか。もうすぐ届きますよ。お前ね、人を当てにしちゃいけませんよ。来たー。贈り物に高級ふりかけ金商売。だけどうちのパパアデランスしちゃった。内緒だけど日曜祝日も営業。アデランス。よう。うん。また壺か。うん。なんだ。うん。これ。おーい。お茶。お前わかんのか。うん。お前は。親しき中にも礼儀あり。贈り物に伊藤園のお茶。まあそれで戸川純さんはお急ぎでひまわりにお入りになったけど、結局ゲバゲバには出られないまま、ケンちゃんシリーズとかそういうのにお出になったりなんかして、で、まあ、新国劇にお出になったんだけど、あまり学校休むんでダメで、18歳でまたエキストラでいいからっていうのでお出になって、数年前に、初めてレギュラーのテレビの、はい、それが何て言うんでした、刑事よろしくという番組でした。ビートたけしさんが出になったんですね。あ、そう、お茶組みの役だったんですけど、そうですね、あれは今までやった中で、一番好きな役ですね。あ、そう、一番なんでかっていうと性格が良かった。いい性格。いい子だったんですよ。あ、いい子の役ってのはあまり割にならなかったね、それまで。いや、それからですね、レギュラーいただくようになってからは、ひねくれた人が多いですね。あ、でもあなたはやっぱりいい子の方が好き。はい。でもあなたは私は高校の、まあ、新宿にお生まれになったんですよ、お姉様。お姉さん、妹さんがいらっしゃるの。はい。で、女の兄弟二人で新宿で生まれになりまして、はい、高校の時は演劇部でシェイクスピアなんかやったりしてらっしゃる。そうです。どんなシェイクスピアをおやりになったんですか？チャシャマナシとか。あの時はどんな、私はペトルーチョをやりまして、つまりジャジャウマを鳴らす人でね、キスシーンが3回も出てきてね、うん、私はその鳴らされる方を希望したんですけど、女子校だったんですよ。男がいない、うん、男の方になったんですか、あなたは。そうなんです。それで部長、なんで私がこんな大役をなんて、1年生に入ったばっかりだったんですけど。だけどあなた、ジャジャーマンを鳴らす男の人ってものすごく強くなくちゃならないわけでしょ。そうなんですけどね。あなたがやったんですか。他にね、若い男ができる人がいないって言われましてね。そう。で、女のジャジャーマンをやった女の子とキスをしたんですか、それで。そうなんですよね。あら、大変。それで、3回も出てきてね、君は、僕を拒否してるけど必ずきっと君の方からキスしてくれと言ってくるさって言うんですよ。でもこんなのって嫌で嫌でね。で、評価はいかがだったんですか。まあ好評のうちにマークを閉じましたけど。あ、そう。じゃあ芝居は本当にその後からもう好きでらしたんでしょ。はい、そうですね。あ、そう。でもまあそういうお父様が溺愛になったお子さんだったんだけど、ご自分でそれをまあ抜けて出て、で、まあ、ノイローゼも克服して、で、今はもうとても前向きっていう感じですか。はい。で、なんかもう元気に誰かのバックコーラスで踊ってもいいわっていう感じなんですって。いや、それが昔だったんですよ。テレビに出る頃、芸能界をパターン認識してそういうもんだと